自民党総裁選の演説会を終えてを取り合う旧候補イコール20日、松江市今週はいよいよ自民党総裁と立憲民主党代表が決まる。自民党は高市早苗、石破茂、小泉進次郎の3氏と他候補の差が大きく、3氏のうちいずれか2人の決選投票となりそうだ。その組み合わせ、そして結果がどうなるか、今回は本当に誰にも読めない。立憲民主党代表選の討論会に出席した、左から吉田晴美衆院議員、野田元首相、枝野前代表、泉代表イコール21日午後、東京都内それにしても、小泉氏の人気だけに頼らなくても、自民党はすっかり回復基調の様相。政治資金パーティー禁止、裏金議員非公認、政治資金不記載分の返還など、当初の威勢の良さもどこかへ消えてしまったような雰囲気だ。しかし岸田文雄首相が責任を取って、退陣を決意した上での総裁選だけに、ただの刷新感ではなく、本当に刷新してくれる熱い情熱を持った総裁が出てきてほしい。政治評論家の有馬晴海氏立憲民主党は、4候補のうちの田義彦元首相が安定感と野党共闘体制の構築が見込めることから有力視されている。決選投票では国会議員票の比重が高まるためか、4候補いずれも党の出直しというより自民の批判に終始しているように見える。本来は私は我が党をこう変えますという論戦を期待したいが、国会の予算委員会で政権を追及している時と同じような論議に感じてしまう。そもそも12年前に首相だった人や、3年前に代表を辞任したばかりの人をもう一度引っ張り出してこないと回らない党なのか。多くの議員が現代表の続投で行こうということにならなかったのなら、自民批判より党運営の反省をすべきだろう。人が変わらないと手法も変わらない。人が変わらないといつまでも同じようなことを繰り返している政党というイメージを拭いされない。立候補に必要な推薦人20人のハードルを下げれば、他に3、4人が出馬して賑やかになっただろうが、ちょっとしたルールの変更もできない。国民の期待感を高めることができないまま、投開票を迎えることになりそうだ。政治評論家